よいしょー、アイデンティティの三浦明彦です。よろしくお願いします。かぶったかぶったかぶった。ちょかぶかぶってんのよ。あの今日はよ、ちゃんと、いや待って待って、いやその前に、その前にあなたえらい元気ですけど、もう手術は済まれたんですか？あ、手術な、はい、そう、ちょっと目の動画ぐらいでな、うん、ご報告させてもらったんですけども、そうですよ、鼠径ヘルニアっちゅう、うん、まあ脱腸ですよね、腸が出ちまうっちゅう病気になっちまって、はい、それをちょっと手術するっていう動画を上げさせてもらったんですけど、うん、今週末には受けます。今週末に控えてると。今週末に控えて、ちょっとね、先になっちゃったんですよ、その手術予約がね。なるほどなるほど、うん、その手術詐欺ではないです。いや、言いづら、手術詐欺、手術詐欺ではないんで。あ、そうなんですね。それは心配しないでください。はい、いや、結構ちゃんと受けます。はい、大丈夫でも受けますから、うん、それも言ったからには。ええー、はい、まあね、手術は受けるということで、はい、それはもう約束なんで、みんな、うん、いや、約束というか、あなたが勝手にそういうちょっとねちょっと病気になっただけなんで、みんなとの約束なんで、手術は受けさせていただきます。いや、あなたが勝手になって勝手に受けるんですよ。お、はい、まあ、一応コメントでもちらほら心配してるコメントがあったんでね。もう受けたんですかと。まだ受けてないんですけど、そうそう、もうこの動画を上げてる頃にはもう受けたかもしれないですね。なるほどね、はい、はい、まあ、ちょっと術後はね、どういう感じになるか分かんないんで、動画開くかどうか分かんないんですけども、うん、まあ大丈夫だったらなるべく普通に出していこうとは。なるほど。で、今はまだですけど、うん、まだその体調の方も大丈夫ということで、今は。あ、そう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 。だから何、一日で、ね、やってて、夕方とか夜ぐらいに痛くなるか、うん、出てくるか出てこねえかぐらいの感じなんで、今も全然大丈夫なんです。あ、今は全然。もし出てきた場合は、ちょっと腸を抑えながら、うん、その声色を変える中いや、その喉押さえマンみたいに、腸押さえマンとして、腸押さえマンやらせていただきますけども、はい、はい、そうなの。いや、止めますよ、そうしたら。さすがに気になるんで。で、今日は何ですか？バーン、おっと、え、 iPhone 13 出た。わー、パチ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 。いや、そのヒカキンさんみたいな、お、 SE も自分でやんないで。え、おー、買ったんすね。そうなんだ、今日来る時によ。はい、あ、今日？もうちょうど、もう本当にさっき、あ、さっき買ったばっか、買ってきたばっかなんだよ。すごい、おー、 iPhone 13 たまたまあったから、ちょっとよ、うん、開封動画、あ、開封動画ね。おー、みんなやってったろ。やってますね、結構。開封してよ、うん、これ処刑するっつ。あ、ちょっとね、13の性能はいかがなものかみたいな。おー、いや、いいじゃないですか。やろうかなと思って、初めての、はい、初めてですよ。まあ、そうですね、確かに。みんなやってっけんど、俺初めてだから、うん、緊張するんだよ。あ、緊張するんですね。今まで使ってたのが、はい、こちら、はい、デレレーデレレー。そんな罰ゲームみたいな出し方やね。これですよ、はい、それは iPhone 7、 iPhone 7 ですね。古いですね、またね。ホームボタンもありますわな。はい、まあ、ん、何ですか。まあ、こんな感じですよね。いや、ちょっと、いや、電池よ、電池の残量よ、全然ないですけど。そうなんですよ、もうセブンはね、電池もね、はい、っていうことね。いやいや、あなたがしてなかっただけでしょ、それは。あんま結構使ってたらね、結構弊害、そうなんですよ、消耗ね。だから5年ぐらい、これ発売されてから5年ぐらいもうこれつけ続けてますから、うん、7っていう数字がやっぱりちょっと、あ、そこが気に入ってた部分だね。ネギが叶いそうだからね。はい、まあまあね、縁起はいいですけど。まあ、ただちょっともうもう申し訳ないですけど、はい、すいません、はい、うん、はい、いや、そんな、そんな雑に、そんな雑にね、やったらまたちょっと怒られるかもしれない、はい、いや、そうですよ。どうもありがとうございました。そうそうそう、ちゃんと、いや、結局かい、いや、ありがとうございました。結局ガーンってやってるし、もうこちらですよ、はい、あ、来ましたね、はい、最新の13だ、うん、はい、ね、ロゼみたいね。お、あ、ブルーか。お、で、まあまあまあ、これをね、ちょっと開けていくんですけども、うん、じゃあ、開けましょうか。お、本当にさっき買ったばっかで、そう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 、これをどうやって、はい、これをうん、ここ、あ、もういいですか。あ、本当にちゃんと、はい、まだ、いきます。はい、ほっ、お、取れましたね。何ですか、これは。はい、いや、早く見たいな別に気にならないよ、そこも、ね、もう一個あるんじゃないですか、はい、もう一個ある、下に、もう一個ある、はい、ちゃんと本当に未開封のね。本当に未開封。はい。あ、未開封。いきますよ。いいなおさん。それ別に取っても取らなくても同じじゃない？何ですか、ほら。いや、別に気にならない。気にならないのよ、別に。ね。スッと開けて。これもいらない。はい、うん、ね、まあ、ゴミはね、後でちゃんと処理しますけど。後でちゃんと捨てます。はい。はい、いきます。うん。オープンザよいしょー。エンジェル。エンジェル。いや、そんな。わー。ドゥ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 。終わっちゃったよ、これ。いや、終わっちゃってんのよ。
いや開けて早く、はい、ちょっと開けていろいろね見てみたいのよ。じゃあいきます。はい、でーす、まあ、おーっと来ました。来ました。綺麗ですね。まだずいぶんこれカメラ出てるんだな、うん、そうですね。まあ僕はイレブンなんですけど、イレブンと同じような感じですかね。え、結構出てるんだなこれ。はい、カメラがなんかカメラの性能が相当良くなったと。ああ、もう13まで来るとねっていう話なんだけど、おめえ、うん、それはイレブン。僕イレブン、イレブンプロですね。イレブンでどんぐらい出っ張ってんの。はい、まあちょっと今撮ってるんで横にしてくれよ。横に、はい、鏡映っちゃいますけど普通に、はい、いやそんな確認ある。え、はい、すげえ出てね。そんなに、まあそんな、まあまあまあ、そんなんじゃないですか。まあちょっとこれをこうやって、はいはい、でおお、わあ素晴らしいですね、うん、これが、うん、いやそっち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 じゃないのよ。メインはこちらですよ。いやメインは本体こっちなのよ。こっち、はい、はい、ケーブルはいいのよ、はい、じゃあちょっともうこれめくったら、はい、もうそうですよ、念願のめくったらもうスタートだろ。いやスタートというか、うん、来ますよ。はい、いきますよ。いやどうぞ。やっちゃー。いやいいよ。はぁーてれれれれれれ時にしょいよー。わ、きれいね、やっぱりね記憶。うわー、はい、きれい。来ました。きれいですね、もう、はい、思わずご飯の声、鏡になっちゃいますよ、はい、いやそれは別に歴代の iPhone もなるんですよ。こんなに巻いてました、はい、いやいいよ今別に巻きの問題は、はい、巻きのクエはよ。見てください、このミラーのようにね、はい、かってこれ薄さどうですか。薄さはどうですか。あ、でもまあ、あ、でもまあ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 セブンよりかは、そうですね。あ、だからあのあれなんですよ、丸みを帯びてないんですよね、うん、これが。あ、でも、うん、あの13ってあれですよ、確か 5S の枠が結構、5S の枠が結構気に入ってて、あの 5S のような、確かにあれになってるんですね。あの俺はねこれセブンの名が、あの、うん、フェイブだったんですよ。はいはい、フェイブは確かに角張ってました。そうそうそう、確かにあれにね戻ってるんですよ。なるほど、なんかあのいいかもしれない、この指に引っかかり具合が。そうそうそう、それがね結構人気だったらしくて、確かにこう薄さはどうだ、はい、まあまあまあちょっと分厚くなったのかな、うん、重さもちょっとまあまあでかくなった分ちょっと多めかもしれないんですけども、はい、まあまあプロですからね。はい、しかもここがだからいいじゃん、ずいぶんごっちいな、ね、確かにね。だからカメラこういうの置いた時によ、うん、もしかしたらこうこのままだとね、はい、ケースとかに入れねえとこれこう なんちゅうの、はい、傷つけちまうかもしんねえな。まあまあ大体やっぱねカバーはマストでつける方が多いですから。そうですね、はい、これだからカバーはつけた方がいいと思います、はい、真っ先にこのレンズが先につくんでね。いやちょっとねちょっと取り扱いにね注意して丁重に扱ってくださいね。もうほんと買ったばっかりですかね、はい、あなたね。そうですね、はい、でじゃあちょっと電源を、電源をいいですか。はい、もう入れてもいいですか。はい、多少は入ってんのかな。 あ、出た、来ました、アッポーアッポーの、いやいや、ババさんの言い方、ババさんのなのよそれは。アッポーの酸っぱいよ、中華まんが食べたいよっていうね、ピコロさんにね、もらったやつね。あ、なになになに、鳥山明のサイン。いや、全然違うアニベスAみたいな。鳥山明のサイン、鳥山明のサイン、来た。いろんな鳥山明先生の各国の、はい、ナメック語が出るのかな。ナメック語ではないですよね。ナメック語も出る、はい。あ、来ました、日本語で。あ、こんにちは。はい。全部、こんにちはっていう表記が。僕語です。はい。いろんな国の言葉で。ちょっともうなんか、もう、ちょっと使ってねえこれ。買ったばっかりですから。あ、聞いた？あ、こんにちは。こんにちは。いや、うん、ほらほらほら、下のバーが出る、はい、出るでしょ。バー、うん。バーの。いや、ブロリーの、ブロリーのあれじゃなくて。ん？そう、あのあなたセブンだったでしょ、はい、前まで、はい、セブンホームボタンがあったと思うんですけど、ありました、ありました、もうないですから、ねえですね、それに慣れていかないと。え、そのどうしたらいいんですか。それをスッと上にするんですよ、下からスッと上に。そうそうそう、その場を、そうです、そうです、はい、あ、元気玉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 出てる、元気玉出てる、違う、はい、地球なんだよ。え、ナメック語、ナメック語ないのよ、はないの。あなたも読めるでしょ、ナメック語。日本語にして、そう、で、ちょっと待って、んだから日本でしょ。パウズ山が出てこねえんだよ。出てこないです。日本でいいですよ、日本で。エースランド。アイスランド。エールランド。はい、アゼルベイジャン。いや、なんか、野沢語にしやすいやつばっかり。違う。アイウェオ順でなってるの、国名が。日本ね、じゃあ。はい。
さあ来ました、はい、本当に、いやおめでとうございます。キックスタート、これはクイックスタートね、うん、手動で設定、これどうするんだ、これちょっと分かんないですけど、まあもうスキップして後から設定するんじゃないですか。カスタミーズする、続ける、うん、続けるでいいのかな、うん、Wi-Fi ネットワークはどうする。いや Wi-Fi は後で、うん、まあ一応この稽古場もね、まあ、戻る、うん、続け、うん、Wi-Fi 飛んでますけど、 Wi-Fi 飛んでっけんど、まあ後でね、またパスワードとか入れなきゃいけないから、うん、もう本当にさっき買ったばっかりで今設定してますからね、はい、もう戻りたいんですけど、はい、早くちょっとカメラとかの性能を見たいんですよ。Wi-Fi 設定しないといけないみたいですね。いやそうなの、わかんないですけど。そんなことないでしょ。どうすればいいのかな。とりあえずスキップできないんですか。だって Wi-Fi 環境がない方もね、はい、うん、そのスキップじゃないのよ、違うのよ、スキップ、またベタな、またベタな、嫌いじゃないよ。どうすればいいんですか。嫌いじゃないよ。どうすればいいんですかこれ、はい、でちょっと知らないですよ。 Wi-Fi ネットワークを設定って どうすればいいの。戻って続ける、はい、続けて続けて、なんか下の方にできません？はい、それでいいんじゃないですか。そのあれだ、本当設定しなきゃいけないの。どうすればいいんですか。とりあえずどうすればいいんだよ。いやいや切れないで、ちょっと、じゃあこれさ、 Wi-Fi の環境でがないところで設定できないってことなの。これそんなことあるか。ねえ、普通スキップとかあるはずなんですけど、どうすればいいのこれ。適当にじゃあなんかそのロックされてないやつとかタップしてみたらいかがですか。パスワードがいらないやつとかないですか。フリー Wi-Fi ね。はい、フリー Wi-Fi。 iPhone のアクティベートには数分かかることがあります。アクティベートできません。なんだアクティベートっていうの。なんださあこれ耐えられますかね、この設定を。いや本当に、なんだアクティベートっていうのはちょっと分かんねえけど、はい、ああ Wi-Fi のマーク出た。出たの。うん、フリー Wi-Fi ね。フリー Wi-Fi 飛んでます。だって近くのコンビニかなんかですか、ね、フリー Wi-Fi じゃね、飛んでんじゃね。いやフリーじゃないですよ、ちゃんとパスワード入れないとかの稽古場の Wi-Fi は。アクティベートで、アクティベートって何なんだよ。いやもうそのショップに持ってったらどうすか。買ったばっかでまだ何もできてない状態でしょ。空っぽでしょ、だってその13は。ちょっと、ちょっと元気なままに戻っちまったんだけど。知らないのよ。後で設定で、お家に帰ってゆっくりと堪能したらどうすか。ちょっと、待って、いける。いけんの？アクティベート。アクティベートって何？野沢さん初めての iPhone じゃないんだから。アクティベートって何ですか？いや僕もね、店員さんじゃないんで詳しくは知らない。こんなの、こんな紹介動画見たことねえよ。もう本当だよ、こんなはずじゃないのよ。こんなはずじゃ、野沢さんも大丈夫です、もう動画見てないんで。こんなはずじゃないのよ。もうみんなもう止めて別の動画見てると思うんで、ここまでちょっと待って、もうとりあえず電話かけてみっか。誰によ。ね、初めての iPhone で、いやまず設定もできてないし。こんにちは。いやいいよ、もう一番最初戻ってんじゃん。はい、いっちゃん最初に。カメラ使えて。いやカメラもまだ使えないよ。カメラ。いやそもそも電話とかもできないですよまだ、野沢さん。カメラ。はい。カメラ使いたいんですけど。カメラ。はい。カメラ。いや Siri も。Hey。Siri。父。カメラ。いや父は入ってないです。Hey 父。はい。いや Hey Siri みたいにやめて。いやまだそもそもデータも全部移行してないでしょ、あなた。データってなんだ。だからそのセブン。データック。いや懐かしいな。データックの話じゃないのよ。バーコードでよ、はい、スーパーサイヤ人が全然出なくてよ、最終的になんかふりかけかなんかの、永谷のふりかけかなんかのバーコード出たんじゃなかったかな。いやすげえな、おい。本当かよ。何これ。なんだよこれ。イライラしないで、イライラしないで。どうしたらどう何？ウェーブに繋がねえといけねえの？いや本当に見たことない。ウェーブに繋がねえと何設定できねえの？できないんじゃないですか。できないんじゃないですかじゃあ。もうはいはい本当に見た。オラはカメラを使いてだけなのよ。いや本当にねえ、こんな開封とか見たことないのよ。ねえ、はい
だから全部、ね、初めてだったからね、シリこんなことになっちゃいましたけど、もうもうもう諦めてください。ちょっともう15分以上過ぎてんので、なおい、いやもう無理だから、おい無理だから、おいじゃないのよ、父には絶対永久に繋がんないのよ。何これ WeePay に繋がねえといけねえんかみたいですね。 WeePay がねえところじゃ何にもできねえんか、これは何もできないじゃないですか、とりあえず今は、はい、なんでもセブンよ、見てよ。いやいや、結局セブン戻っ、いやセブンに戻っちゃったよ。おめえしかいねえんだよ、おい、いやいや、おいおい、いやだから電池がないのよ、それも電池が、おい、すごい、いや急に終わる、何だったんだこのとか。ゆっくり帰って13設定しなさい。おめでとうございます。